皆さんこんにちは。1972年オーディション番組スター誕生をきっかけに14歳でデビューし、青春派アイドルとしてデビューした山口百恵さん。そんな彼女のシングル累計で最も売れたいい日旅立ち、この曲が縁で、彼女が80年に芸能界を引退してからも家族ぐるみで交流があったのが谷村新司さんでした。今回は山口百恵さんと谷村新司さんについて、また山口百恵さんの現在についてもご紹介します。最後までご視聴いただけると嬉しいです。2023年12月11日、都内のホテルで10月8日に逝去した谷村新司さんのお別れの会、喝采が開かれました。スポーツ紙記者によると、発起人は加山雄三さんや湯川玲子さんや、アリスで谷村さんと一緒に活動した堀内孝雄さんなど約600人が出席し、最後は全員で谷村さんの代表曲スバルを歌って故人を送り出しました。谷村さんを慕った芸能界の面々が揃う会場内で、ひときわ沈んだ表情を見せていたのは山口百恵さんと三浦友和さんの長男で歌手の三浦雄太郎さん。谷村さんと百恵さんの縁は、あの名曲が誕生する少し前から始まっていたといいます。音楽関係者は、1976年頃アリスと百恵さんの舞台照明チーフが同じ方だったという縁で、その人を通じて連絡先を交換したのが交流のきっかけでした。その後、国鉄のキャンペーンソングとして谷村さんが作詞作曲した曲を聴いた百恵さんは、すっごくいい、歌いたいと即答した。それがいい日旅立ちでした。谷村さんは初めて山口百恵さんと会った時のことを、80年10月11日放送のザ・コンサートでこう振り返っています。彼女と僕の照明チーフさんが同じ人で、彼の紹介で楽屋に挨拶に行きました。それで僕は一つすごく素敵だなと思ったのが、今度電話しますって彼女が言ったんです。そしたらね、電話かかってきて、山口ですってびっくりしました。すごい嬉しかったんです。ああ、もうこの人とは自分は結ばれるんじゃないかって、谷村さんは電話で運命を感じたが、名曲いい日旅立ちも二人の電話のやり取りから生まれたといいます。週刊女性によると、2時間ほどで作って彼女に電話をすると、聞かせてください、今すぐにって受話器を耳に挟んでギター弾きながら歌った。作った時は出来はまあまあかなって思ってたら、彼女素晴らしい、思わず僕もそうでしょう。この名曲がリリースされたのは78年11月。当時谷村さんは百恵さんの夫三浦友和や複数の男性スターと共に彼女の恋人候補と報じられました。彼女が三浦くんとご婚約発表するまでにね、いろんな相手は誰かってありましたでしょう。私まで出てきたんですよ、週刊誌にね。前室の百恵さんの元マネージャーは、恋人関係ではありませんでしたが、当時すでに大スターだった百恵さんに対して普通の女性として接してくれる谷村さんを心の底から信頼していたと思います。彼女は幼い頃から不遇な家庭環境だったこともあり、不正を感じさせてくれる10歳年上の谷村さんの優しい雰囲気が大好きだったのでしょう。1980年に山口百恵さんが芸能界を引退してからも、谷村さんと三浦家の交流は続いていたといいます。テレビ局関係者は、お二人は家族ぐるみの付き合いで、谷村さんが幼い雄太郎さんに得意のお好み焼きを振る舞ったこともあったそうです。谷村さんにとって、幼い頃から面倒を見てきた雄太郎は可愛くて仕方がない存在だったのです。谷村さんのお別れ会では、いい日旅立ちを歌う映像も映し出されました。しかし、この日は山口百恵さんの姿はありませんでした。これまで家族ぐるみで付き合いがあった山口百恵さん、一体どういうことなのでしょうか。スポーツ紙記者によると、百恵さんは谷村さんの旅立ちを見届けたかったはずですが、自分が現れると会場に迷惑をかけるかもしれないと考え、
自重したのでしょう。雄太郎さんは母の心情を汲み、彼女の気持ちも胸に抱いてお別れの会に出席したのではないでしょうか。お別れ会終了後、雄太郎さんは X に谷村さんへの今を懸命に生きていきます、またお会いしたいですと思いをコメントしていました。それは谷村さんへの雄太郎さんの願いでもあり、桃江さんの願いでもあったはずです。山口桃江さんの谷村新司さんに対する思いは並大抵のことではなかったはずです。谷村新司さんは1972年にアリスでデビューし、堀内孝雄さん、矢沢透さんと3人で活躍していました。1982年からはソロ活動を本格化し、日本テレビの24時間テレビでおなじみのサライやスバルタイスバルタイなど数々の名曲をリリースしてきました。しかし2023年3月に急性腸炎で入院し、点滴治療で食事も取れない状態が続いていました。6月スタート予定だったアリスの全国ツアーを延期したほか、年末のディナーショーも中止し、年内いっぱい治療に専念していました。谷村さんは来年のアリスのツアー再開を目標に闘病し、9月には流動食が食べられるまでに回復したものの、リハビリを始めた直後に再び悪化。先月下旬に深刻な病状との情報が流れる中、10月8日に息を引き取ったのです。さて、これまで谷村新司さんと山口百恵さんについてご紹介してきましたが、山口百恵さんの現在について見ていきましょう。アイドル時代とは一変して現在はキルト作家として活動しています。山口百恵さんが芸能界引退した後の1987年頃から独学でキルト制作を始め、その後キルト作家の鷲沢玲子さんに指示をされ作品を作り続けています。山口百恵さんがキルト作りをしようと思ったきっかけは、子供のためになり家の中で楽しめる趣味を探しているところにキルト専門店と縁があったようです。今ではプロ級の腕になり、フェスティバルへ出展するほどなのは山口百恵さんのファンなら有名な話ですよね。旦那である三浦友和さんの姉に赤ちゃんが生まれた際に、山口百恵さんは赤ちゃんの名前と誕生日を縫い込んだキルトのおくるみをプレゼントされたようです。山口百恵さんの息子三浦雄太郎さんの20歳の誕生日には2メートル四方のキルトをプレゼントしていたようです。山口百恵さんのキルト作品は東京国際キルトフェスティバルへの出展をされていました。キルト作家としての山口百恵さんについて支持されている鷲沢玲子さんは、原色なども使った配色が巧み、制作中の集中力も素晴らしいとも評価されており、師匠をもうならせるほどの腕前だそう。そして2023年10月にはキルトジャパンという専門誌の表紙作品として掲載されました。名実ともに日本のトップキルト作家の一人として認められるほどの腕前になっていたのです。いかがでしたか。今回は山口百恵さんと村新司さんについてご紹介してきました。山口百恵さんの今後の活躍に期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。